いてトゥーパンプスさん。トゥーパンプスさん。少年時代漫画家になりたかった私のヒーローは当時の漫画家の方々、うん、高校生になって将来の仕事としてカメラマンを選んだからは当時の三大スター辰木義弘先生、うん、先日他界された篠山紀信さん、荒木こと荒木義信さん、うん、とにかくこの三大スターは私のヒーローでした。どんなカメラとレンズを使っているのか、カメラ雑誌やテレビを食い入るように見ていました。私の出身校は辰木先生と同じです、うん、赤木団が出演をしたイベントに審査委員長として出演されていた辰木先生に初めてお会いすることができました。学校の大先輩からどんな写真を撮っているのと聞かれ、赤木団の活動を撮っていますと答えると、そう、社大出身者としてきちんと彼女たちの活動を記録してやりなさいって言われました。お付きの方が私と辰木先生のツーショット写真を撮ってくれました。赤木団のおかげでヒーローにお会いできたエピソードでしたと。あ、覚えてる覚えてる覚えてる覚えてます。あのラビワン高崎で、はい、こう写真コンテストみたいなのがありまして、うん、そこにねまさかの辰木先生がいらっしゃって、もう本当にすごい方ですからね、うん、で先生が、まあ、この写真はとかどん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 評価とかしてくださるんですけどね、はい、私はその中で、まあ、その辰木先生と一緒にステージをやらせていただいた。踊るわけじゃなくて、辰木先生は結構踊られる感じですか？踊りません踊りません。あ、じゃなくてあーちゃんが写真を撮る方で一緒に。あ、違います違います。なんだろう、プレゼンターじゃないですけど、一緒に辰木先生と並んで、はい、まあただ立ってるだけではないですか。ただいつものただ立ってるだけのただ立ってるだけの何かちょっと何かしたんですよ。何それが気になるじゃん。何をしたのよ。ごめんなさい、ど忘れしちゃった。ど忘れ、全然記憶ないじゃないですか。まあその一緒アシスタントというか、その会話というか、はい、そうですってことですよね。合ってます合ってます、はい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 、そうそう、うん、すごくね気さくな先生でね、私もお写真撮っていただいたんですけどね、そうそう、これからも群馬のためにね頑張ってねっていうエールもいただいて、わあ、足のことなんか言ってなかった。言ってないです。一つも言ってなかったですか？面識ないもんな。でね、それでトゥーパンプスさんのねつながりもあったということで、はい、ね、トゥーパンプスさんは、いや、そこで会えて ね、トゥーパンプスさんもすごい良かったですよね。本当ですよ、自分のヒーローに会えたという話でしたけど、ちなみに関足さんのヒーローってどなたなんですか？はい、あーちゃんで、ヒーローは誰なんですか？ヒーロー、はい、ヒーローはね、難しい質問ですね。いない。いない。誰だろう。ヒーローに会えたとか、トゥーパンプスさんみたいにさ。何も考えてなかったな。じゃあ、この人ヒーローだったっていうヒーロー話とかは？ヒーロー？うん。ない。じゃあ、自分がヒーローだった話は？自分がヒーロー？うん、洗濯機マン。ねえねえ、本当にパーソナリティですか？本当パーソナリティです。いつもアッシーはそのなんか用意して戦わないタイプですか？常に丸腰スタイルでやってますか？その丸腰でこれ出なきゃったら意味ないじゃないですか。あ、そっか。そうですよ。ヒーロー？うん。そうね。答えがバンと出てさすがってなるんですから。じゃあバン。バンですよ。あれ、ルナパークの、あ、はい、なんか、スタッフさん。おお、はい。なんかまあこれ多分前も喋ったんですけど、昔あの車の鍵をなくしちゃってルナパークで、うんうんうん、で、なんかそれこそ洗濯機マンに変身して、はい、アッシー終わったら鍵がないってなって、え、むしろそこに鍵持ってってたんですか？持ってますよ、いつもあのズボンのポケットに入れてるから。うーん、で多分その変身ってやって動いてる時に、はい、鍵だけピューンってどっかすっ飛んでっちゃったんですよ。でも気づかずにやって、はい、その日はもう鍵見つかんなくて、うんうん、なんか合鍵持ってきて帰ったんですけど、うん、沼旅にまた行って、そうそうそう、知り合いに送ってもらって鍵持ってきてだったんですけど、でその1週間か2週間後かに鍵が出てきたぞっつって、どっから出てきたの？見つけてくれたんですよ、スタッフさんが、うん、そのスタッフさんがこのルナパークに生えてる木を手入れしてたんですね、はい、剪定してて、なんかロウバイの木があって、ロウバイの木の枝に引っかかってたって言ってました。なぜか輪投げみたいに入ってた。そうそう、なんかなんでそこに行ったか分かんないんですけど、まあ予想としては誰かが拾って本投げたか、足がどっかすっ飛ばしちゃった。まあ可能性としては変身するときに、はい、結構こう激しいアクションするんで、はい、ズボンからピューンってすっ飛んでった説
ですね。アッサの距離からそのローバイの木はどのぐらいの距離だったんですか？でも背後にあったから。ああ、じゃあアッサさんだね。そんなに遠くはなかったです、うんうんうん、はい。そういう時はさ、ちゃんと鍵はさ、うん、ショーやる時はカバンにしまいましょうよ。確かに。そこが一番びっくりですよ。確かに今はそうしてます、うん、あーちゃんだってステージの時に鍵持って踊るみたいなもんですよ。なかなかできないです。持っても踊ってます？絶対ないです。いや、なんか何でもポケット入れときっぱなしなんですよ。スマホとかも、うん、鍵とかも。なんなら小銭とか入ってて、あの、変身とか言ったら、チャラチャラチャラって、あ、やべえ、こぼれちゃったっていう時もあったりして、結構ポケット入れがちなんで。そうなんですね。そう。でもちゃんと、あの、プロの演者ですから、はい、きちんとね、そこは出して。だってお願いしますよ。わかんないじゃないですか。洗濯機マン。はい。